こんにちは。三井住友フィナンシャルグループの山北と申します。今回グリーングローブパートナーズの事務局をさせていただいております。はじめに少しグリーングローブパートナーズについてご紹介のお時間をいただければと思います。こちら今のスライドに映ってます通り、我々グリーングローブパートナーズは環境社会課題解決の意識と機会を流通させるということで、一社では難しい社会課題解決、環境課題解決についてこのコミュニティで解決の糸口を発見いただいたり、ネットワーキングをしていただきたいなと考えております。次お願いします。はい。現在ですね、500弱の企業様が参加されて、企業様団体様が参加されておりまして、今日確認したところあと4社ほどで500に届くというところですので、本日ご参加の方でまだパートナーになってないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひご検討いただければと思います。次のページお願いします。すいません、ありがとうございます。はい。現在ですね、通算26回イベント開催、延べ3000人以上の方にご覧いただいているということで、もうすぐ2周年になるんですけれども、非常に多くの方にご参加いただいております。次お願いします。はい。少しでもご関心をお持ちいただけた方はですね、ぜひ公式ウェブサイトの方 GGP と検索いただければ出てきますので、ご覧いただければと思います。現在ホットなトピックとして DX から GX へですとか、記事も載せておりますので、ぜひご覧ください。はい。では最後のページお願いします。はい。GGP では企業自治体様などのパートナー様を募集しております。ぜひ詳しいところはですね、お近くの SMBC 法人営業部、または GGP 事務局までお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、それではですね、早速なんですけれども、今日のメインの回に入っていきたいと思います。で、今日は2回目はですね、動物園から自然を考えるということで、動物と人間の関係をですね、テーマに扱っていきたいと思っています。この志原さんの大牟田市動物園の取り組みは、動物福祉というですね、やっぱ動物園にあって、動物を大切にするというようなアプローチで、かなり国内外で知られている動物園になっています。ただ一方で、リード部にも書きましたが、石原さんは、そういったそもそも動物が野生にいるんじゃなくて、街中にですね、動物園の中に動物がいるっていう、いわばジレンマというか、矛盾というか、みたいなものとも、一方で真摯に向き合いながら、日々いろんなことを考えながら実践されている方なので、今日は志波さん のお話をいろいろ紐解きながらですね、皆さんと一緒に人と自然、人間と動物の関係について考えていければと思います。じゃあ早速、志波さん、本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ最初はですね、僕と志原さんの方からいろいろ40分ぐらいお話しいただいて、その後僕、そして後SMBC の木村さんも入ってもらってですね、大体皆さんお時間的には5時半をめどにトークの時間をやりたいと思います。でその後休憩挟んでですね、アフタートークという形で残られる方はですね、コメントでやり取りしながらさらに話を掘り下げていければと思います。じゃあ、志原さん、早速、今日はスライドを用意していただけてるんですかね。はい、そうですね。じゃあ、早速共有させていただきます。はい。はい。スライドショー、なってますかね。あ、もうちょっとでなりそう。まだなってないですね。あ、今なりました。はい、大丈夫です。はい、了解です。先ほどご紹介にありましたように、大牟田市動物園、福岡県の南端にある大牟田市にある動物園です。端的に言って、地方の古い、もう昨年80周年という古い、あと小さな動物園です。ここ、近くなって、動物福祉を伝える動物園ということでコンセプトを定めまして、活動しています。
動物福祉っていうのはそもそも何かということなんですけれども、OIE 国際獣疫事務局っていうところが2018年に出したやつは、動物福祉とはあくまで状態です。どういう状態かというと、環境と関連する動物の身体的心的な状態。これはもう OIE は世界的な団体なので、農林水産省のホームページから日本語訳、これ農林水産省の訳ですね、そういう形で公的にも使われている訳です。はい、で動かなかった、ちょっと待ってください。はい、動物も人と同じく苦しみや喜びや怒りなどを感じるっていう、なんで動物福祉っていうのが問題になるかというと、動物もこういうふうに感情を持ってたり痛みを感じたり、あと一人で生活してるわけじゃなくて、やっぱり他者の存在がそれぞれの個体の状態に影響を及ぼすとか、あと経験からいろんなことを学習して将来に向かって自分でどう動けばいいかということをちゃんと考えて選択しているっていう、まあ、センテンディビリング、感性を持つ存在って、これはもうヨーロッパの方ではいくつかの国では法律でもう動物をこういうセンテンディビリングっていう形で定義して法律作っている法律があったりします。で、まあ、皆さん犬とか猫とか慣れ親しんだ動物とか見てれば、こういうことは、まあ、当たり前かなっていうので、否定する人はあんまりいないとは思うんですが、実際に動物と向き合うとき、現場ではどの動物分類まで対象とすべきかっていうのはとっても悩ましい問題になってきます。日本の法律でも20世紀までは動物愛護法っていうのがあるんですが、それは哺乳類と鳥だけで、ヘビとかカメの爬虫類は入ってませんでした。で、今でも両生類、カエルとかサンショウウオとかは入っていません。当然魚類も入っていない。ただもう世界的なその動物学の研究からは、やっぱり脊椎動物、まあ、魚まで含めた脊椎動物はみんなこういう感性を持ってるんだろうというふうに言われていて、どう対応していくかっていうところが、まあ、動物園水族館では凄まじく悩ましい問題になってきています。はい、人ってよく考えてみると動物を利用して発展してきてます。アフリカから世界中に人間広がってきたのも、犬とか狼を犬化して仲間になれたから、やっぱりそこで世界中に広がれたの要因の一つじゃないかとかも言われています。で、利用目的と方法や、それがと動物福祉状態っていうのは、動物に負担を強いているのはじゃないかな。ただ皆さん聞いたことがあるかもしれません。動物の権利っていう、動物倫理学の分野でそういうことを主張されている方たちがいるんですが、動物には人と同じような権利があって、利用したり傷つけたり、まあ傷つけられる、動物を利用すること自体がおかしいっていう考え方があるんですけれども、そういう全く利用しないとか全く負担をかけないっていうのは、まあ、なかなか実現困難だろうと、私も実現困難だろうかなと思ってたんですけど、あるいは不可能、実現不可能じゃないか。で、そういう動物倫理学関係の本を読むと、やっぱり動物のそういう動物利用
動物差別っていう、あの人権と同じく差別っていう考え方だったり、もう政治や戦争と同じような論理の中で絡まり合って、そういう動物の種差別が起きているんじゃないかっていう考えで、今人間の社会だけ見て もう戦争、貧困、もう世界中でいっぱいあるので、 その段階で動物のすべての権利を認めていくっていうような世界っていうのは、まず人間の中でもできてないのに、もう不可能なんじゃないかなと思っていて、まずはもう本当にそれって人が人であることに関わってくる、あのもう食べ物の問題から生活、あの地球環境自体を破壊して生きているのも人類の生活だしっていうところで、まずは両目的や方法と、あと動物福祉の状態、両方を高めていく努力をしていこう、まあ、これがあの動物福祉に配慮した取り組みっていう形になりますね。はい。で使用するときの倫理観としては、まず不必要に被害を加えることをしないっていうことで、目的が本当に必要なのか、で両方法が適切にあの利用しているかということで、あの最近あの化粧品とかで動物実験しないとかいうとこを打ち出しているブランドメーカーとかも一方ありますが、そういう動物実験の世界にでは昔から 3R っていうのが言われています。削減と改善、代替。あのよく最近去年あたりからブームになっているあの代替肉、人工肉ですね。そういう、まあ、ビーガニズム、ビーガンの流れもこの 3R の流れの中の一つ、まあ、なかなか動物園っていうのはで代替で動物のいない動物園って言ったら動物園じゃもうなくなっちゃうので、そこはなかなか難しいところなんですが、あのまずはこの削減と改善っていうのを検討して取り組まれています。でまず削減です。はい。動物園ではあの長期的にもう繁殖しません。なので一番売りの動物の赤ちゃんっていうのはすごい人気なんですが、それは諦めて、15年かけて動物かなり減らしました。で、ゾウも一頭いたんですが、死んで、その時に、まあ、とても小さな動物園なので、ゾウのような大きい社会性のある動物は飼育できないっていうことで断念して、それを重要な情報として発信、まあ、動物福祉っていうことを考えてもらう契機として発信しています。なので入り口にゾウはいませんというふうな感じで看板を出しています。で、そうやって動物の数が減ると、飼育員はスタッフの数は同じだと、動物の生活の質と利用方法を、両方を高めていくための時間を捻出してきています。で、どういう取り組みをしていくかというところを今から話すんですが、まずそのために動物福祉に配慮した配慮するということはどういうことかということをちょっと説明したいと思います。はい。あ、その前にあります、当然繁殖させないと基質として、全ての動物が高齢化しています。うちの動物園はもう高齢者のホームじゃないですが、高齢者の動物、高齢動物園になっています。はい。で、高齢ケアには、より一頭一頭のその子に合わせた対応が必要となってきます。で、一生懸命、ケアを進めていってるのですが、最終的にこういう問題が出てきます。苦痛から救済するべきか、だけど命、戦っている命尊重するべきかっていうところで、人と違って特に動物は何も答えてくれません。はい。
で、まあ、これはもう永遠の答えの出ない問題なので、事前にスタッフ同士でこう何回も何回も話し合って結論を出していくっていう取り組みをやっています。さらに、先ほど言いましたけれども、どの動物種まで対象にするかっていうところ、肉食動物は餌を食べます。まあ、生きたままやらなくても結局は生きた動物を購入してあげるわけですよね、どこかの時点で。まあ、これはよく考えてみると、だけど人間の世界でもお肉や魚を食べるっていうことは全てこれと同じ問題に達してしまうわけですが、で動物園とかで考える場合はこういう捕食、採食される側の動物の恐怖や苦痛があるっていう、野生ではやっぱり捕食者と非捕食者の関係があるんですが、起きている状況がやっぱりかなり異なります。非捕食者は逃げることができますし、捕食者も常に非捕食者を獲得できるとは限らないっていう、いろんな問題があります。で、採食することにとって本当に不可欠なのかっていうところを考えて対応していく形になります。これもみんなでけんけんがくがく話し合いながらやっていく形になります。で、なぜこれが世界的に問題になっているかというと、生き餌になる予定の動物には動物系の配慮が向けられない可能性が高いということがあって、で、これがだから今、まあ、世界中の産業動物でも、お肉として結局食べるんだけど、その殺すまでの間、お肉になるまでの間、できるだけより良い生活環境で生活して、できるだけ痛みを感じずにお肉になってもらうっていう考え方ですね。まあ、それが動物福祉の考え方になります。先ほど動物福祉を定義した OIE は養殖業、魚の福祉っていうのまで、これも農水省のホームページからも飛んでいけるんですけれども、こういうのまで出しています。で、動物福祉を考えるときに3つの大きな視点があって、まあ、よく考える健康ですね。身体の健康、まあ、医学生理学的だったり栄養とかいうところの問題と、動物本来の行動要求、自然な環境の下で自然な行動ができるのが幸せだろうっていうと、それとはまた別にそれぞれにいろんな感情とかあるんだったら、それぞれの個の主観的な気持ちの問題があるだろう。この3つが両立したところの状態が福祉の状態で、そこに生活の質も見出していくべきだろうということなんですが、いろんな問題があります。自然な環境、自然な行動というところにクエスチョンしてますけれども、何が自然な環境なのって、何が自然な行動なんだろうって、野生でやってればそれが自然な行動なのかとかですね。で、野生でやってる行動をしていればそれが自然なのかとかいう、いろんな難しい問題がありますし、気持ちとかいうのはあくまでそれぞれの この動物の主観的な問題ですので、どう捉えればいいのか。とかですね、これがこの3つを常に頭に入れながら、それぞれの一つ一つの問題に対処していくことになります。で、新一個、新葉さん、はい、ちょっと1個前のスライドで、いや多分すごい大事なポイントだと思ったので、少しだけ、はい、口を忘れさせてもらえればと思ったんですが、はい、この動物福祉を考えるときの3つのポイントで、その普通人間で考えたときですね、
自分 の、まあ、その健康とかその お医者さんが見て医学的にどうかっていう、まあ、血液検査の結果がどうだみたいなやつが多分左下の医学生理学的な健康ってやつだと思うんですよ。で右下 の、 あの気持ちとか心理状態っていうのはその医学的にデータ的にどうかはともかくとして、まあ、主観的にこうだっていうのはあのこう なんとなく人間に引き寄せても分かる感じがするんですけど、その動物本来の行動要求って例えばあの実際に言うと例えばどんなものがあるんですかね。例えば、まあ、犬猫で言ったら、うん、もう一番大きな 犬散歩大好きですね、うんうんうん、あの狼が祖先なので、うんうん、1日に何キロも走り回ったり運動してたっていう、それがいくら家畜化されてもそういうの欲求というのは残っていて、うん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 、あのですし猫でしたらやっぱり高いところが好きっていうことで、最近あの猫向けの、あの部屋を作ったりするときは高いところに登っていけるようないろんな複雑な部屋の構成を作る、猫好きのマニアックな方たちは作られたりしてますけれども、そういういろんな要求、あと猫だったら玉を取りたいとか、やっぱりそれ遊びとしてもあの本来狩猟のための子供の場合は練習訓練にもなるんだけど、大人になってもやっぱりもううちのライオンとかトラとかそういう子たちもあのボールとか遊び道具入れるともひたすら遊んだりしますので、そういう遊びたいっていうのも動物にも人間もありますけれども、であの今山下さんに止められたんであれなんですけど、ここ先ここでこのじゃあ人間も動物なんですよね。であのまあ、今動物福祉の話をしてますけれども、この本来の行動欲求、人間ってあの人間、まあ、医学生理学的に体を持ってそういう健康があるんだったら人間の本来の行動要求って何なんだろう。やっぱり誰かと一緒に語らい合ったり、うんうんうん、あまあコロナがで一緒にご飯食べたり飲んだりしながらこう語り合うとか、どっか旅行に行ったりとか、うんうんうん、いろんなそういう行動要求、まあ、文化的社会的な要求だけじゃなくて、そもそも 人間があのアフリカから出て世界中に広がっていく間に、うんうんうん、それ以前からも持っているそういう行動要求っていうのをがあまあ、最近よくあの文化面とかで、ね、まあ、身体が要求するものみたいな、うんうんうん、そういうものとも連なってくるのかなと思ってて、そうですね、まあ、ぜひそのあたり、はいはい、また後半触れればと思いますけど、はい、ね、ありがとうございます、はい、まだね、特に犬が散歩したいみたいな話としてまず一旦はイメージしたらいいということですけどね。そうですね、で実際にあれですよね、ドイツとかでもあの1日2回犬散歩させなかったらあの問題になるみたいに、やっぱこ う、 そうです、ね、動物本来の行動にかなった、まあ、あればあケアというかあの関わり方がやっぱり大事になってくるっていうのが動物福祉のまず3つのポイントで、はい、それが伸ばしていくと人間にもつながるって話です。そうですね、うん、なのでありがとうございます。そのこのどうしてもやっぱり健康面だけを昔っていうか、まあ、今も考えてしまうので、それ以外にその本来の行動要求のことも考えないといけないし、その時その時の子の気持ちの問題、主観的な問題もちゃんと考えてあげないといけないという、この3つを常に頭に入れといて、まあ動物とも向かい合うし、人とも向かい合うっていう感じですね。ありがとうございます。すみません。いえいえ。じゃあ。で、ですね、次じゃあいきます、はい。はい。で、ただ、心理って、なかなか主観的なものなんで分かりません。あの本人も多分動物とか特に分かってないんじゃないかなと。人間でもなかなか自分今どういう状態なんだっていうのは分からないときは、でよく分からないんで、あのよく言われる自分が嫌なことは、これ人同士で言われてますが、動物の世界でも割と言ってるんですけど、自分が嫌なことは相手にもしないようにしようとか、自分が等しいことは相手にもするっていうことを言ってますが、大事なことです。で、ですが、相手が
嫌な思いすることも多々あったりすると思います。よくこれ学校で動物福祉の話をするときに小学生でも割と受けてくれるんですけれども、うなずいてくれます。はい、お父さんとか先生お母さんがあなたのためにって言ってるのが実はあんまり嬉しくないっていう。で、嫌がってるっていうことをちゃんと分かってあげるっていうことも大事で、他人のことは分からないし、文化が異なるとさらにはだからもう国とか民族とかそこら辺変わるともう全然分からなくなるし、ましてや動物の種が異なると生活基盤自体がもう全然異なるので、あくまで推測でしかないっていうところですね。で、まずは一応相手を見ていくっていうことですが、どうだったかっていうことです。はい、結果を見て、必ず結果をちゃんと見てやっていくっていう。で、その時に考えるのは先ほど言ったような栄養や健康の問題、どういう環境にいるか、行動とか、あと心理状態。まあ、これもこの4つは相互にいろいろ影響し合って変化、行動が変われば、よく言われる笑ったら気持ちも少しは収まるよという行動で心理状態変わったりしますし、心理状態で食欲が落ちると栄養状態悪くなって健康にも害するとか、いろんな問題があり影響し合ってますが、で、あくまで気持ちっていうのはもう先ほど言ったように動物の場合は推測でしかないわけです。最近はホルモン、コルチゾールとかいろんなホルモン、オキシトシンとかホルモンだったり、さまざまな心拍状態とかそういう生理学的な指標で気持ちを測ろうって、まあ人間の世界でもやったりしてますけれども、あくまでそれは本人には本人でしか分からない、推測でしかないということだと思います。で、あと考え方として0100で不適切な状態を改善していこうっていうんじゃなくて、ちょっと発想の不適切な状態とより良い状態両方あって、不適切なものは減らしていって、より良いものはもっと増やしていこう。今状態が不適切だからも適切な状態に変えていこうというのは、なんかそういう健康面とか自然を理想として野生の状態が100、健康が100でそれに近づけていこうというんだと、やっぱりどうしても心の面っていうのがおろそかになって、心まで考える場合にはやっぱりより良いものっていうものを考えていく、まあ、それってそういうケアをしていく側もより良いものにはなんかすごい前向きな喜ばしい感情みたいなのが動物にも現れるんです。行動が現れるので、それってなんかケアしている側も救われるんですね。こうやってる時にこれは不適切だから、あ、ちょっとは良くなったけどっていうのだけだと、なんかどうしても あくまで 100% にはなかなかいかないので、やってる側にもより良い状態を目指すっていうのはとても大事になってきます。で、怖いことや嫌なことからは距離を置きたいんですね、動物。人間もそうですけど、逃げるとかじっとしてるとか。で、これも生き残るために行動ってあって、すべて問題行動って動物に言われると、人にとって問題の行動であって、それってだけど原因の多くは人の行動だったり、その動物を置いてる生活環境だったりする場合があります。で、そういうことで、動物福祉をまず伝えるっていうイベントも、こうモルモットを膝に抱いて触るっていうイベントからもう7、8年になりますけれど、動物の行動を気持ちを考えるっていう変えました。で、怖がってるのか喜んで抱かれているのかわからない。で、逃げられる、真ん中に箱があってそこに逃げ込んだらもう触らないよ、モルモットから触ってほしいときだけ人の方に近づいていく。
それをちゃんと見ていこうっていうイベントに変えました。でイベントに参加するときもこんな感じで幅の広い道をモルボットが自分でイベント会場の方に移動していきます。途中で立ち止まったり離合できるように、途中で気が変わってもう戻ろうっていう子が戻れるようにちょっと幅広い状態の道をこんな感じでやっています。はい。で帰るところ安心できる場所があるっていうのはとても大事なことで、まあ飼育された環境というのは未知の危険な領域なんですね、動物にとって。そこに安心できる居場所があると逃げるしかないって、逃げ回っていた状態から逃げられるっていう、こう安心感、動物出てきます。そうするとちょっとずつ安心できる居場所に出てきて、怖いこと嫌なことにもちょっとずつ立ち向かっていける、うまくスイッチオーバー、動物の行動とか心が切り替わる時点があるんですね。そこをまた見極めるのが飼育員のあれなんですけれども、そこで学習挑戦できる領域っていうのが生まれて、そうすると動物自身が新しい環境や行動を試してみてくれるようになっていく。でそれを推し進め、イベントだけじゃなくて推し進めて、展示も動物が参加するしないを決めるっていうことで、居場所を、動物園って大体奥の部屋と皆さん、お客さんが見る展示場っていうのがあるんですけど、そこを出たり入ったり自分でできるようにする、それを選択でき、人に展示されたり収容されたりするのを拒否できるっていう。で飼育員がやるべきことは両方を動物がいたい楽しい環境にしてあげようっていうですね。ただこれを続けると動物の気分次第なので動物を見ることができない場合もお客さんには出てきます。で理解のある利用者に支えられた展示ということになります。まあ念のために一応 YouTube では見れますよというQR コードもつけたりしてますけども、これはもう別にいつでも見れるわけで、せっかく来たのにっていう、そこまで文句を言わないお客さんに支えられているっていうところです。はい。であと怖がら、怪我や病気になった時助けたいっていう時どうするかっていうと、動物は分かりません。捕まえて動かないようにすると嫌がります。どうしたらいいんだろうということで、動物が自分から協力してくれるとできるんじゃないということで、はい。まあ、状況の時に特定の行動をしたらメリットがあるということを繰り返していくと、やってくれますようになります。ただ無理せずに簡単に安心安全に行えるようにそういうステップを踏んでいくことがとても大事です。でこれはもうちゃんと採血に協力してくれます。台の上に登って向きを変えて、右側が尻尾係で尻尾をちょっと取り出します。で取り出したら後ろずさりしてもらいます。後ろずさりすると尻尾が出てきます。で真ん中に座っているのが獣医さんで、はい、こんな感じで採血をする感じになります。はい。でまあ象とかキリンとかこういう猛獣っていうのは直接人がかかれないんで、もうこうするんだろうというふうに思われるといけないんで、こういう、モルモット、簡単に捕まえて体重計に乗せれば体重が測れるような動物も、こういうふうに自主的に協力してくれて、入って、一頭一頭並んでます。次は私だよ、みたいな感じで。で、これやることによって、作業効率も上がって、
大体3分の1の時間で全頭、まあ、うち80頭近いモルモットがいるもんですから、一頭一頭捕まえて乗せてっていうよりも、この方がずっと早く作業、体重測定もできるようになりました。はい、で協力するかしないかを動物に決めてもらう。協力しなくても、ちゃんと食べ物はもらえたり、追いかけ、嫌なことも起きません。はい、で途中で針の刺し方が嫌だって病院では看護師さんにそのまま注射されてしまい、人の場合はされてしまいますが、動物の場合はもう嫌だったら逃げる。でその前にもう嫌だっていう意思を出したらもうやめま、やめっていう、そういう意思表示の行動っていうのも作っていったりしています。ということで、新しい環境や行動をどんどん試していってくれるようになります。あ、シハさん1点だけ、はい、さっきいや僕はその私動物園で皆さんに共有すると、先ほどの虎のね尻尾に注射するのとかは、まあ、時間が決まっていて、その時間に居合わせた人はそれをこう間近で見れたりするようになっているじゃないですか。はい、でああいうことを日を接しているので、採血するのはああいうふうにするもんだっていうふうに思う人もいるかもしれないですけど、普通一般的に多分虎の採血をしようとしたら、しかもああいうふうに虎が協力しない形の場合は、普通は今までどんなふうにされてきたんですか？そうですね、それがあると皆さんちょっと分かりやすい、この意義が、はい、そうですね、今まではやってるところは大体年に1回ぐらい麻酔銃で麻酔を打って、麻酔銃で撃つって突然ボンって針が刺さって突然意識なくなってみたいな感じで、そこで年1回の精密検査をするときに採血をするっていう感じでやってたんですけれども、今動物に協力してもらう方法だと定期的に動物も苦痛を感じずに取れるということで、まあうちでは体重測定だったり、体重計にもほとんどの動物が自分で乗ってくれるんで、体重測定と、あと採血も月1でこういうやったりすることで、定期的なそういう健康診断、まあ人の場合はだいたい1年に1回しかしないですけど、大牟田市動物園では1月に1遍ぐらい健康診断を行えるって、しかも動物もそこまで嫌な思いをせずにできるっていう形でなっています。やっぱり健康っていうのはさっき3つの柱のうちの健康が大事じゃないわけじゃなくて、健康も大事なので、健康を守るっていうのは大事です。はい、あと行動ですね、動物にとって必要な行動が、動物園って基本コンクリ床、まあ今までの動物園ってコンクリ床で柵があって、四角い空間の中に、まあ、動物園反対論者の人たちは動物園は刑務所と一緒だとかいうふうに言われてて、まあ、そういう側面もあるんですが、本来動物ができる登るとか泳ぐとか地面を掘るとか、その他いろんなこと、それ猿も木がなければ木登りできないんですね。もう当たり前ですけれど。で、地面を掘りたくてもコンクリ床だったら地面を掘れないしっていう。泳ぎたくてもプールなければ泳げないし。まあ人間もそうですけれども、いろんな環境を用意してあげることっていうのがとても大事です。野生で生活していたら当たり前できる行動や必要な行動をできる環境にしていきたい。まあこれも先ほどあった人で考える。人の必要な行動って何だろう？必要な行動ができる環境っていうのを今の社会の中に本当に実現できているのかなっていうところもすごい問題なのかなと思っています。で、まあ、例えばキリンは長い舌。こうやって木の枝を食べるのにこう、舌で、枝葉を絡み取って食べるんですね。それで葉っぱじゃなくて牧草とか固形飼料だけやってると、もう舌使わないで食べるんで、
柵を舐めたり壁を舐めたりするようになってしまいます。でそれを防ぐためにこういうふうに固形飼料を自分で舌を使って食べるようにしたり、あの塩ビパイプで組み合わせたあの給餌器で穴の中に舌を入れて食べ物を取り出すとか、そういういろんな舌を使って食事をするという行動を引き出すようにしています。でライオンもやっぱり狩りで、さっき言ったようにあの非捕食者の福祉の問題もなかなか生きた動物を捕食させるわけにはいかないので、まあ、最低飛びかかる行動は再現しようと、この丸太の上にお肉が置いてあります。でこれは定期的に毎日やってるんですけど、イベントでやってるところです。こういうふうにあの飛びかかるっていうことをやってもらっています。動物園で考える動物福祉とケアの関係なんですが、まあいろんなケアがあって、それをまあ総合的にケアを充実させていく、まあ動物のそれって根っこの部分の栄養分なのかなと。動物に提供されるケア、動物の生活環境、まあ与える部分で、それが動物が自分でゲットしていくっていう、でそれによって行動の選択肢がどんどん拡大していく、まあ、新しい行動だったり新しい環境利用が始まって、それを深めることによってウェルビーイングな状態が生まれるのか、でそのこの動物福祉を考えてウェルビーイングな状態を目指していくためのケアを考えていくっていうことがエンパワーメントになるのかなっていうふうに思っています。で飼育されている動物たちはいつも誕生してから死ぬまで人に管理されて、行動制限を受けてどう生きていくか、生きていけるかとか、もう人に頼って依存するしかありません。なんですが、こう動物園でいろいろ考えていると、人も逃げることができてないんじゃないかと思ってしまいまして、人も逃げられない選択できない生活結構多く、人が自由なんて嘘じゃんみたいな気をしています。はい、まあコロナでもいろいろ言われてますから、不安や恐怖を持ったり欲求不満があったり、孤独だったり生きづらさも感じる人もいっぱいいますし、生きづらさや無力感を感じている人もいっぱいいて、で動物園でいろんなことを考えることで、動物園を全ての生活者、動物人だけじゃなくて人の福祉も向上を考える場所にしていければなと思っています。でまあワンウェルフェアっていう、まあ、人も動物も自然地球環境も全部のその全てが絡まり合って福祉が生まれるんじゃないかっていう考え方ですが、そのワンウェルフェアを考えていく場所になれればいいんじゃないかなと思っています。で私たちは一つの惑星の中で一つに絡み合って、そのして生活基盤が人と異なる動物に向き合っている動物園だからこそ伝えられることもあるんじゃないかなと思って日々やってます。でそのために、動物だけじゃなくて動物園を丸ごと展示するということで、あの活動を通して動物福祉を理解してもらう。でそれによって今まで利用していなかった、意外と動物園動物閉じ込められてかわいそうだから行かないっていう人もいて、新しい利用者が来園してくれるようになったり、今まで利用してくださってた方たちも、先ほど言いましたようにあの動物が見れなくても、あのはは は, は今日は見れませんでしたねとか言って、寒いと出てきたくないですもんねとか、今日は日向ぼっこしてて、まあ、いい天気ですもんね今日はとかいう感じで理解してくれるようになりました。でやっぱりこれはコンセプト、価値観に基づいた運営広報を持続してやっていくって、まあ、うちでやったら動物福祉を伝える動物園ということでやっている。で
動物福祉を伝えていくっていうことは、先ほど言ったように動物さまざまな一つ一つにはいろんなジレンマがあったり、結論を出せない問題が多々あります。それにどう向き合っているかを見てもらうことで、そういういろんな、全てがだけど私たち動物園でやってることっていうのは、私たちが日常生活の中、社会の中で生きていくことと、物流だったり自分たちの生活が世界中につながっているとか、そういうことにもつながっているので、それを気づいてもらって一緒に考えていく、やっぱりこう矛盾と向き合い続けていくっていうことが大事なのかなと思っています。でさらに言うと、まあ、行動の選択肢の拡大と環境との持続的な調和っていう、相互作用のバランスの中で、それを追い求めていくことにウェルビーイングがあるんじゃないかなと思ったりしています。はい。で最後、グレタ・トゥンベリのがFacebook で上げてた3コマ漫画なんですけど、変化を求めたいですかって、はいってみんな手を挙げて、変わりたいですかって言ったら、ちょっと上がって、変化を起こしていく方向、リードしていきたいですかってなったら誰もいなくなっちゃったって、どっから どこの 作者は全く触れてなかったんでわからないんですけれども、グレタ・トゥンベリすごいなと思いつつ、はい、恥じないように動物園も頑張っていければなというところで、ちょうど時間も、もうありがとうございます、ぴったり。はい、少しですね、シンハさんの話、いろんな面白い論点いっぱいあったかと思うので、少し僕の方で整理しながら、ひもといていくのを話したいと思ってるんですけど、まず一つ最初にお話しされていたポイントとして、動物の福祉っていうのは、その動物の、まあ、利用目的とか方法とこうセットの考え方なんだと。それのもう片方にあるのは、その動物の、まあ、権利というか、まあ、それは大事な考え方だと思いますが、もう市販さんの言い方はもう少しそこには角度があって、つまりその人間と全く無関係に、あるいは人為の影響を受けない手放しの野生みたいなものというのをこう なんとか守ろうとするというような考え方だとすれば、シンハさんはいや、もうその、人間と動物の関わり方というのは、まあ、人類の歴史を見てもさまざまな形で、いろんな形でもすでにこう関わってきてしまっていて、それを全く関わらないようにするというようなあり方っていうのに立つのは結構難しいんじゃないか、不可能なのじゃないかと。なので、まあ、逆に言うと、その関わらざるを得ない、人間が何かしらの形で利用したり関わったりするのであれば、そこにどうより良い形の関わり方っていうのが模索できるかっていうところに、こう動物福祉っていうふうなものがこう位置づいているのだっていうところが、まあ最初のポイントなんじゃないかというふうになんか思うんですよ。で、シンハさんの話の面白いのは、それでただ動物福祉はその健康、まあ、医学的な意味での健康ですよね。あと心の心理的な主観的な気持ちの問題で、さらにそこにこう動物本来のこう行動要求っていうのがあるっていう、この3つがポイントだって言うんだけど、それは動物だけじゃなくて人間もそうだろうみたいなところが、シンハさんの話の広がりの面白いところだし、実際そうだなと思うところでもあるし、だから動物の福祉の話が動物の権利の呼吸という話も、人間が人間に対してどういう関わりをしているかって話とも実はこうつながっているものとしてこうずっとこう考えられているんじゃないかと思うんですね。で、それで言えば、途中あなたのためにこういうふうにこうしてあげるよっていうのが嫌だっていうふうな話が途中出ていましたけれども、あれは実際にその人間のケアの話でもまさに パターナリズムっていうふうに言いますけど、専門性がある、まあ、お医者さんとかケアワーカーですねが、良かれと思ってこれがこの人のためにとって良いケアだ、良い医療だとやる形が計らず必ずしも本人のウェルビーイングにこう貢献していないっていう
ような話っていうのはもうずっとあの問題視されていて、そうじゃない形をどういうふうにこう模索できるかという話は、あの特にあの僕たちのこの大牟田は認知症のケアであの知られる場所なんですが、あのそういったあの町でもこうずっとこう大事にされてきたパターナリズムではない形っていうのはどうであるかっていうところが、実は不思議な偶然で、シーハーさんたちはそれを動物に対して同じことをこう同じ町の中でこうやろうとしていたっていうようなんですね、ところがあったりとかですね、あるいは先ほどのその主観的な心の問題にしても、あの動物が言葉が喋れないってなるので、何かしらそれは丁寧に見ていく形で、あのいろんな表現を行動の中に読み取っていくしかないのだといったようなお話っていうのも、例えばケアの文脈で言えば、認知症になって言語的なコミュニケーションが難しくなったという時に、その人のさまざまなあの表情とか振る舞いのうちに、実はこうなんじゃないか、ああなんじゃないかってことを確固たるまさにエビデンスに基づいてるわけではないんだけど、しかしなんかいろんなことをこう考え、そしてシーハーさんたちの動物園がやってるみたいに、いろんなことをみんなで話しながら、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかと考えながら、あの都度あの毎回何かしら決断をして行動する、でも必ず見直してそれがいいのかどうのかってことをみんなで一緒に考えていくっていうふうな、そういうふうな姉方があるっていうふうなお話でもあったと思うんですね。で、いや、シハさんは今日何かあの僕が聞きたいなと思った話最後まで触れてくれてたんですけど、そのなんで動物園がそもそもあるのかみたいな話ですけど、それはあの全てのね生活者、あの人が暮らしている、あの動物も人間含めたこの暮らしというか、まあ今日の言い方で言うと人間が逃げられないこう社会の仕組みといいますか、社会の仕組みの中でどういうふうに自分たちのこうウェルビーイングを高めていけるのだろうか、どういう環境であったらそのウェルビーイングが高めていけるのだろうかということを考える上で、動物園がこうすごいあの示唆的な場所になるんだみたいなお話だったかというふうに思いますね。で、今日はあの触れられてない話って少しあの知れていくと、途中話していましたが、あのあれですよね、その大牟田市動物園は昔はなんかそれなりの展示みたいなのをしてたんだけれども、だんだんこう隠れる場所を作り、で隠れる場所があるんだったらそもそも出ていくかどうかも全て任せようっていうような形にこうしてきたってことなんですが、それによってやっぱりこうお客さんがついてきたって感じがあるんですか、シーハラさんとして。そうですね、あの何を変えていくにしても、あの来てくださる利用者の方が受け入れてくれないと、うん、あのもう完全に利用者から外れ、ね、されてしまうので、であのあくまであの16年前に私たちはあの昔大牟田市動物園というのは市の直営だったんですよ。で、あの16年前にあの指定管理者制度によって、まあ、その前にあの市が財政的にすごい厳しくなって閉園しようっていうのがあって、それで市民が、まあ、反対運動を起こして一応継続しようということで、その継続の手段として指定管理者制度でどこか引き受けるところがあれば継続しようとか、まあ、それによってまあ市の財政の負担を減らすことができるんじゃないかということで、指定管理者を募集して、うち の大牟田の地元企業の会社なので、今私たち動物園職員はみんなそこの企業の職員なんですけれども、それで始まりました。なので結局市がその指定管理者が頑張っているかどうかを評価するっていうのは、あくまで市民サービスっていうところの部分も大きいですけれども、入園者数とかその経営収支状態とかいうのもかなりあの評価の対象になるので、入園者数を減らすわけにもいかないしっていうところで、もうなので自分たちもだからその動物園を運営するのと同等の感じで広報とか、あの営業ってなるとあくまでそのやっぱり入場者数を稼ぐためのイベントだったり赤ちゃんを産ませたりとか、そんな風になってしまうので、もうその
自分たちのコンセプトをそれゴールを考えて、じゃあ今自分たちはここまで帰れるよねっていうところで、でお客さんの反応を見ながら、あ、先ほど山内さん言われたように、まあ、隠れ場所をちょっと作って、隠れてます、今あいない、見つけきらないですよ、いないですよって言ったら、いやあそこに隠れてるんですよっていうことを説明することで、あそうなんですねって、あそういうところにやっぱり隠れたいですよねっていう、お客を見てくださる方の理解があった上で、それを積み重ねていって、じゃあもう奥の部屋も使えた方が広く使えるので、あのそのまま開けっぱなしとけば奥の部屋も使えるよねっていうことで、奥にいた、今はもう奥にいたいときはいるのでご覧になれないですね。またそのうちちょっとあの気が向いたら出てくると思いますのでっていう感じで、それでも納得してくださるお客様が増えてきているっていう状態ですね。なので常にやっぱりどの業界もそうなんですけど、そのサービスに対する利用者と一緒に歩んでいかないと、あのいくら理想高くても、あの業者というか当時自分たちがあの進みすぎると結局失敗に終わるっていうのは、あのここの今大牟田市動物園はあの市の動物園ですけれども、まあ指定、私は指定管理者で民間人ですけど、その前あのに民間の動物園の園長とかもしてたので、あのお客さんあっての仕事だっていうのは常に頭にあるので、新原さんたち、特に新原さんが園長になってからのこの大牟田市動物園の、まあ、結果としてあの来園者数も伸びて、で、今で決定的なポイントは単に数としての来園者数が伸びたというよりも、そこで人々が動物園に求めるものが変わってきたってことがすごく大事なポイントだと思うんですね。で、このサステナビリティディープダイブの1回目のですね、あの古賀さんの時の話であの話題になっていたのは、環境の、まあ、この持続可能性を考えていく時には、まあ、一つにはその国際的、まあ、総量的な規制ですね、 SDGs とかあの CO2 排出基準とか、その規制は絶対に必要だと。で必要なんだけど、規制だけではダメで、その規制の枠組みの中でのこう人々のこう欲望の形というか幸福みたいなものの形が変わらなきゃ、あのそれは両輪にならないとこ うまくいかないんだって話があったんですよ。で、あの その話を引き継ぎながら今日の志波さんの話をあの、まあ、考えてみると、その動物園に行って目新しい動物っていうのをまさにこうどんどん消費していって、で飽きられたらもうどんどん変える廃棄するわけですね。廃棄して新しい動物をどんどん連れてくるというような、あのまさにこう自然資源の利用の仕方っていうのではもう全く持続可能がいかないという時に、動物園にじゃあもう新しい動物もなかなか入ってきません、あの先ほどのシーハさんがおっしゃったみたいに、どんどん動物の数はこう新しく増やさず減らしていくというような動物園の在り方に対して、目新しいものを楽しむっていう楽しみ方じゃない別の楽しみ方っていうのがこう見出されていくってことがすごく大事なわけですよね。そこの時に新原さん、やっぱり僕自身も私動物園にと思うのは、こうやっぱ動物が すごくこう大切にされてる感じとか リラックスしている感じというのをまさにこう見に行くっていうような、まあ、見に行くしか体感しに行くみたいな感じですね。だからそれはなんか珍しい動物を見に行けるっていう感覚とはもう全然別の体験にこう次第に変わっていったっていうことだと思っていて、まさにそれを今お話しされたみたいに、あの長い年数かけてこうあの動物園体験というものがこう変わっていったっていうふうなところがやっぱすごくあの大事なポイントだなっていうふうになんか思いますね。新原さん、なんかそういうなんでしょうね、こうやっぱりこの変わって徐々に変わっていく
のをこう 見ながらこうバランスを取っていったっていうような感じなんですよね。そうですね、やっぱりバランスはとても必要だと思うので、ただそうですね、こうただこう、この日本の社会の流れ自体が、あれですよね、その先ほど大牟田のその福祉の人の福祉の方のケアのパーソナルケアにしても、そういう流れっていうのがどの動物福祉もそうだし人の方もそうだし、いわゆるケアの医療のケアの方もだし、そういう考え方っていうか、当事者の意向を、当事者をもっとちゃんと考えていかないといけないよねっていう動きが、やっぱりこの10年でだいぶ高まってきたような、広まってきた、そうだと思いますよ、広まってきたのかなっていう、あって、その流れにもちょっと添えたので、まあ、時代に添え、たまたまタイミングよく添えたから成功しているのかなっていうのもあると思います。だからこれが全然世界や社会が変わっていってなければ、多分失敗して途中でまた方向転換してたかもしれません。あ、なるほどな。いやでもですね、なんか僕とかが思うのは、やっぱ新原さんたちはさらにもう一個突き抜けてる感じがしていて、というのは先ほど言ったパターナリズムですね、つまりあの医療的な話で、専門家の立場から良いというものを相手にこういわば、まあ、押し付けて言い過ぎですけれども、提案してそっちにしていくっていう、それに対して、まあ、当事者主権っていうのがずっと言われ始めたんですよね。当事者がどういうことを言ってるのかをちゃんとこう当事者の声を聞こうっていう、でそれは すごく大事な話なんだけど、新原さんたちの話は当事者は動物じゃないですか。で動物が何かを明確に主張してるわけではおそらくないんだと思うんですよ。だからそのパタナリズムでもないし当事者主権でもない、その、ま、真ん中っていうのを探りながらこう一体何を考えているんだろうか、今どんな気持ちなんだろうかっていうのをいろんな形から考えながら、分かんないんだけれどもこうかなああかなっていうのをやっていくっていう、でもそれっていうのが実はサービスデザインにおいても今やっぱすごくこう言われていることで、まあ、消費者ユーザーと対話しながらものを作ったからといっていいサービスになるわけでは必ずしもなくてですね、例えばその Apple にしても iPhone にしてもちょっとここは滑らかに曲がってるのがいいのかって別にユーザーの調査をしたわけでも何でもないわけですよ。なんだけどそういうものがこう先取られたりするっていう時にはやっぱりそういうようななんか明確なエビデンスに基づいてるからいいものが作れるというのではない、何かしらこうおもんぱかったり考えたり推察したりするっていうその領域っていうところがいよいよこう注目されてきてると思うんですが、それをまさに ラディカルにこう動物を相手にこうやっていって、でそこには常に矛盾がこうはらんでるっていうのが、まあ、周波の発信の一個のポイントかななんか思うんですね。であともう一つだけ新原と僕でお話しする上で触れておきたいポイントが、途中でも触れていただいた動物福祉の3つの視点ですね。本来の行動様式みたいなのと健康と主観的な気持ちって3つがありましたけど、でその動物だったらその犬が散歩したりとか猫が高いとこ行きたいみたいなのがあるんだけれども、新原さんの時に人間にもあるんじゃないかっていう人間にもあるはずだっていうところで、例えばその人に触れるみたいなことをおっしゃっていただいて、それは確かにそうだなと思ったんですが、例えば広井義則さんっていうですね、京都大学の先生いて、まあ、いろんな本書いてるんですけど、持続可能な医療っていう本の中で人間の人のですね、慢性疾患みたいなものって、生活習慣病ですね、生活習慣病っていうのはあれはその何て言うか文明的な病、ちょっと何ていうことか正確に今言いません、覚えてないんですけれども、とにかくさっき言ったアフリカからできたホモ・サピエンスが長い狩猟時代を通っていた時に糖分を体に溜め込むっていう、そういう こう種としての性質みたいなものがあるんだけど、その体のまま体の在り方のまま
文明化していって砂糖を恒常的に摂取できるようになった時に、そういう人間の体のやっぱこう特質と社会の仕組みがこうマッチしてないっていうようなところの、この環境不適応っていうのが実は生み出しているものなんだ、だからっていうふうな話をなんかしていてですね、そういうそのエコロジカルなモデルで病気みたいなものを考えていこうって話をこうされているんですけど、その話ってまさに石原さんが言っていた、どういう環境の中にいることがその生き物としての本来 の身体性というかみたいなものをですね、みたいなものと重ね合わせたときに適応がしてるのか適応障害が起きているのかという観点で捉えるみたいな話にもこうはなんかなっていてですよ。だからそのウェルビーイングを考えていくときにもやっぱりこう結構人間の種としてのあり方みたいなのって割とこうあんま考えられないポイントだと思うんですけど、動物園に行くとそれが考えられるんだっていうのが石原さんの最後の言ってるところですよね。なんか新原さんそういうのを結構職員さんと話したりするんですか、なんかそういう人間の環境のあり方みたいなものっていうのを。そうですね、うん、環境のあり方、職員同士であまり話はしないですね、そういう話は。今日みたいな話って結構されるんですか？ただ お客さんに向かって話をするときは動物園のこととか動物のことを話すときは話します。で、まあ、職員同士はやっぱりその日々どう動物と向き合うかとか、どういう対処をするかっていうところでみんなで悩むたり、あとみんな動物のためにっていうので出す意見がやっぱりどれがいいっていうのがいろいろ食い違ったりするので、じゃあ本当にはでちゃんとしたそんなエビデンスがあるわけでもないんで、どれもメリットもあればデメリットもあるよねっていう、そこら辺を洗い出して、じゃあ今やるべきことはどれをやろうっていうのを、もう そっちで、まあ、手一杯手一杯って感じですかね。はい、じゃあちょっとですね、そろそろSMBC の木村さんにも入ってもらいながら話を開いていこうかと思いますので、あ、木村さん準備よろしいですかね。じゃあスポットライト追加して、はい、今までの話いかがでしょう、木村さん。SMBC というか改め日本総合研究所の木村でございます。日本総合研究所は SMBC のグループ会社のシンクタンクでして、この企画自体は私と山下の方でいろいろとお話しさせていただいた関係で、今日トーク参加させていただきます。皆さんよろしくお願いします。はい、そうですね、いや本当にご示唆が非常にたくさんあってですね、もう途中はなんか本当に人間の話なんじゃないかなと思うようなところがたくさんありましたね、うん、その安心できる場所と挑戦する場所、まあその未知の領域って、まあ、まさにこう人間がこう発達していく段階そのものなんだろうなと思っていて、私も子供2人いますけど、なんかそういう感覚を少し似たような感覚を覚えますし、私自身も、まあ、新規事業開発とかイノベーション長らくやってきたので、まさにそういうこうチャレンジできる風土があってこそ次に行けるっていうようなところはあるので、まあ、まさに人間の話を動物と向き合うことでそこにたどり着かれているというか、まあ、そこがきっと何でしょう、生き物としての本質に近い部分をすごく考えられているのかなというところで改めて勉強させていただいたという感じですね。なんかもうまあ、言葉が通じないし、もちろん反応で全てが分かるわけじゃないってことを考えると、まあ、究極の異文化コミュニケーションっていうことだと思うので、なんかあれですよね、ちょっと突飛な話をすると、もう宇宙人が来た時にはこの考え方を使ってなんとかコミュニケーションするしかないみたいな、なんかそういうところもやってらっしゃるのかなという意味では、なんかすごくこう未来志向というか、本当に世の中の先取りをされていらっしゃる取り組みなんだなというところで勉強させていただいたという感じですね。はい、ちょっといろいろとディスカッションさせていただければと思います。よろしくお願いします。
あれですよ、だから木村さんとかにぜひ聞いていきたいと思ってるのは、やっぱ途中もちょっと触れましたけど、僕はやっぱりこう前回の古賀さんの話の引き継ぎでもあるみたいに、やっぱこうもともと動物園に求められていたその見新しい動物を見れるっていう場所から、だんだんこうシーハーさんたちが大事にしている動物福祉の考え方に共感する、いわばこうメンバーシップみたいなものがこう できていって、それに支えられる形で動物園自体もいわばこう V 字回復していくっていうか、人が増えていったっていうふうなあり方っていうのが、例えばそのステークホルダー資本主義とか、これからのその資本主義のあり方とか、ビジネスの特に会社経営のあり方みたいなものにも、まあ、いろんなこうヒントっていうか示唆があるんじゃないかなと思うんですけど、木村さんで特にそういう銀行 のいろんな企業の見てるかと思うんですけど、そのあたりいかがですか？そうですね、まさにおっしゃっていただいた通りで、もともと皆さんご存知の通り、こう私企業っていうのは当然だから利益追求が市場命題であると、まあ、これはまあ、アメリカの新自由主義がベースになって言われていることですけど、それを追求したときに、まあ、企業はこうシステムとしての効率を求めるわけですよね。オペレーションの効率性だったりとか、まあ、それの指揮命令系統の効率性だったりとかっていうところを求めたときには、やっぱりどうしてもいろんな部分が捨てられていく、まあ、分かりやすく言えば従業員の健康なんてなくたってよかったわけだし、当然ながらその自然からリソースというか資源を利用することになってコストを支払わない方がいいわけですし、そういった形で効率を求めてきたけれど、やっぱりそこに限界があるよねというのを気づき始めたのが、まあ、今のサステナビリティの流れですし、ステークホルダー資本主義という、こう、まあ、何でしょう、その利益追求のためだけじゃなくて、関わっている全ての、まあ、利害関係者の人たちと、人たちだけじゃなくて利害関係がある者たちと一緒になって、まあ、発展していこうという考え方なので、まあ、そういう意味で取り組みされていることはまさにダイレクトにそこに関わってくることなのかなと思いますね。なんかこうお伺いしながら特に思ったのはですね、まあ、動物がどう思っているかっていうことを考えるのは結局人間ですよね。で、動物園のこうその飼育員の方々とか従業員の方々がはたとその何だ課題に気づいたというか、もうもともと持っていたものが起点となって、おそらくこの運営方針を変えていかれてっていくことを思われたとすると、ステークホルダー資本主義の中でも僕は同じだと思うんですけど、まずはやっぱり従業員が本当になんかこうサステナブルだところ考えてるかとか、自分たちのウェルビーイングとこの今の働き方とか働いている業務の内容フィットしてるんだっけって思ったところがやっぱり起点なんじゃないかなと思うんですよね。やっていく中でやっぱりそのおっしゃられた通り、こう動物福祉という考え方がない中でのこう消費的なその動物展示っていうことを考えたときに、自分自身が多分すごくね、皆さんの中ですごく苦しい思いをされてだったし、あとその先ほどおっしゃられてるのは不適切な状態と適切な状態をこう維持していく活動のバランスみたいなところで、やっぱりいいフィードバックがないと自分たちがその続けられないんですっていうところは、まさにそういうことを表してらっしゃるのかなと思うとですね、このステークホルダー資本主義でやっぱり起点とすべき一つのものです、可能性ですけど、やっぱり働く人従業員がどう今のビジネスに対して課題感を持ってたりとか、今の社会に対して課題感を持ってるかってい こう、まあ、内発的動機の部分っていうところは本当に一番重要なんじゃないかなと思いましたね。そのあたり、シキハーさん、そういう課題意識というか、そのあたりいかがなんですか？僕前なんか知り合いだった市の動物園の職員の方は、別のいた動物園でね、やっぱりこう動物園の中の動物のあり方にこうちょっと苦しい思いがして、わざわざ大牟田にこう引っ越してきたというか、動物に就職するために来たってのありましたけど、そういう職員さんたちのその動物福祉に対する、まあ、意識とか問題意識とか、今木村さんそういうふうなことを、まあ、例えばどういうふうに共有したり一緒に課題意識持ったりするかってことやと思うんですけど、そのあたりってどんな感じにことされてるんですか？そうです、動物園のコンセプト自体を動物福祉を考える動物園っていうのにボンと打ち出して以降は、大牟田市動物園で働きたいって来る人たちはそういう
考えは、まあ、そこまであれなんですけど、思い、そういうのになんか参加したいという思いで、ただ動物園で働きたい、あ、動物園で働きたい、水族館で働きたいって人は全国にいっぱいいるんですけれども、あのそれぞれ それぞれいろんな珍しい動物をちょっと飼育してみたいとか、まあ、それも私も飼育員だったんですよ。ですごくもう あったんですけど、まあ、これはもう私の今回の人生の中ではないもの、諦めるしかないなと思ったりしてるんですけど、あのその中でわざわざこう動物福祉をもっと勉強したり実践していきたいんですっていう思いを持った子たちが受けてくれるようになったのです。やっぱりポンとあのそういうコンセプトを立ててきちんと広報していくっていうのはあの人事的には楽になりましたね。そこで食い違うことはないんで、あのそれ以外のところのもっといろいろ研修に行きたいとかよりやっぱり続いてない自分自身を高めていかないとあのより良い仕事は当然できないよっていうのは言ってるので、それだったらこう、まあ、そういうのでもう食い違ったり、先ほど言ったようにこの動物に 今やるべきことはこっちの方が優先なんじゃないですかとかいうところで、それぞれ あの動物福祉についての考え方がやっぱりそれぞれあのだから特に一番違ってくるのは、獣医師ってどうしてもやっぱり動物を治療するのが仕事なので、その獣医学的生理学的なところからの意見になってくるし、飼育員もやっぱりその本当にそういうエモーショナルな部分に考えを優先して考えてあの飼育したいっていうことを、あの もうちょっとエビデンス的にその動物学的にどういう行動要求があるかっていう、そういうところでやっぱり同じ動物福祉に配慮した飼育をしようと思ってもすごい、それだけ真剣であればあるほどこう私の意見の方が絶対この子のためにはいいのよっていうのにぶつかったりする。でやっぱりでぶつかっていく中でそこはただの意見のなのがやっぱりその人同士なので、そこで人間関係の問題にまで発展しないようにしていくっていうのがまたあの管理者の問題、難しい部分っていうところはありますね。確かにそれは新しいマネジメントの問題としてやっぱり出てきますよね。つまりその客観的にこうするのが正しいとか、このデータに基づいてこうしたらいいっていうのが逆に なくて、やっぱりこう自分はこれがやっぱりいいと思う、いやいや自分はこれがいいと思うっていう、今そういうその どっちがよりあのちゃんとおもんぱかってるかっていう、エビデンスない中でのこうあの良いあり方をめぐる議論になってくると思うので、そこのところでどういうふうにそこでやっぱ合意形成するとか、コンセンサスを取るかとかいうところは一つやっぱり大事な、このアプローチをしていく中でも大事なポイントになりそうですね。なるほどね、うん、あとね、木村さんが事前の打ち合わせでちょっと言ってた話で言うと、うん、なんかその何ですかね、そのパーパスドリブンとかなんかあのいろんなこと言うけど、なんかちょっとこの何ですか、免罪符的にみたいな感じがなんかあの、うん、嫌なんですよねみたいな感じ木村さんが言って、そうですね、あのまああんまりこれアフタートークであのもうちょっとねぶっちゃけ話した方がいいかなと思いますけど、あのまあ今サステナビリティの文脈で言うとこうパーパスってまあ存在意義という意味ですけど、日本語に訳すとこの会社の存在意義はこう、自分たちの会社の存在意義はこうだと思ってますと、でそれをまあ重点的にやる、まあ、経営体制をあの整えてますみたいなところを、まあ、割とサステナビリティ先進企業と言われるところは言ったりはしますと、まあ、とはいえですけどやっぱり私動物さんがやられてるようにそれをこう実現するのって難しいわけですよね。一つ一つの行動の積み重ねの結果として実現できるものであって、まあ、理念だけ言ってももちろんあの、まあ、まだ道半ばのところも多いっていうところは状況としてあると思って、なんか
そのパーパスだけを見て先進的かどうかっていうことを見るのはやっぱりちょっとなんか違うかなという気はしてますね。だからまあ分かりやすい指標として特にその ESG 評価みたいなところで言えば、うん、そういうものが表明されてそれが経営体制だったりオペレーションにどれぐらい反映されてるかっていうのを例えば評価されたりするケースとかってもあったりするんですけど、一方でまあ一生活者としてもしくはこの何でしょうサステナビリティを考える一人一人としては単純にそれだけを見るんじゃなくてやっぱりそのが実際の企業行動であったりとか自分たちのタッチポイントにおいてどう実現されているかっていうところはなんかよくよくこう確認しないといけないのかなと思うんですよね。まあそういう観点だとやっぱりこう指導物園さんはまあそれをね看板に出したりどうはいませんって出されるとえって思う人たちもいっぱいいるけどなぜその像はいないっていうことをわざわざ言うのかっていうところまで生活者側考えるとあそうかそうかとそういうポリシーに基づいてそういうパーパスに基づいてやってるのかっていうところがまさに腹に落ちてそのパーパスに共感した上でこうサービスを利用するという形になっていくと、まあ、まさにこう一緒になってそのサービスを作っていく主体になっていくのかなとは思うので。なんかこういわゆるなんでしょうねその綺麗なメッセージであったりとか CM だけを見てイメージのいい CM だけを見てなんかあやってんなと思わずによくよくみんな行動を見ないといけないよなって思いますね。はい、新しいそういう目的とか価値観を打ち出したら結局今までの10代のやり方っていうのと必ず食い違ってくる部分がもういっぱい出てくるのでそれにその食い違いの点が出てきた時にじゃあここは どっちを修正していくのかって言ったら今の従来のやり方だと今まで通りにしかならないからじゃあ新しいやり方っていうのは何かあるっていう感じでみんなでアイデアを出し合いながら一つ一つアイデアを実現して積み重ねていって今に至っててよく昔最近はあんまりないですけどオンラインとかで大牟田市動物園さんは新しいことばっかりこうなんかやりたがってって言っていう批判が来た時なんか手続きに来た時があってまたちょっとへこんだんですけれどもだけどよく考えてみると別に新しいことをやりたくてやってるわけじゃないんですよ。で自分たちが納得できるものをやろうと思ってやってたらそれが従来のと違って新しいことだったっていうだけのことでそこがちょっとそれをまたちょっと説明したりしてたらそういうのはなくなりましたっていうところまあ でもねやっぱりそういうふうにこう丁寧にやっぱりこう自分たちがどうしてそれをやってるのかっていうのを、まあ、今日なかなか写真なかったけど実際に動物園行くとねいっぱい看板立ってていろいろこう説明されてますよね。どうして自分たちがこれをやってるのかどうしてこういうような展示の仕方あるいはね、先ほどのハズバンダリートレーニングも見せるのかとかいろんなことをやっぱりこう都度都度自分たちの問題意識をこう表現していくってことはかなり丁寧にされていますよね、うん、はい、裏側に批判されたくないっていう本音がありますまあだけど一応こう思ってやってるんですよっていうのをちゃんと伝えて分かってもらいたいってその伝わることでいろんなそういう問題があったんだっていうことにも気づいてもらいたいっていうところですね。今のお話をはたとこう僕が気づかされたことが一つあってですね、イノベーションやってるとですね、必ず誰か誰かに言われたり聞こえてきたりするのはですね、新しいことやれてるんですね。でこれは先ほど山内さんがご指摘されたことと全く同じなんですけど、世の中にない珍しいものを新しいものと
まだ見たことがないもの、新しいものだと定義しちゃうとですね、それを追いかけるこう大量消費的行動で助長するとつまりこう焼き畑産業ですよね。新しい土地を求めてどんどんなんか開拓して、でそれを消費してまた新しいものを求めていくっていうことになっちゃうので、いやそう、やっぱりイノベーションに必要なものも今求められているものはそうじゃなくて、やっぱり何でしょう、この世の中にはないというのは、まあ、あくまで何でしょう、課題認識元であって、ないから困ってるから、それを解決するために新しいものが生まれましたみたいな、こういうこう何でしょうね、発想の起点をやっぱりそもそも変えないといけないのかなと思うと、やっぱり内発的動機というかですね、これを課題認識を持つっていうことが非常に重要なんだなというのがすごくこう腹に落ちたというかですね、当たり前なんですけど、今の時代に求められているこうイノベーションの形なのかなという気がしますね。いや本当にその通りですよね。大事なポイントだと思います。うん、ちょっと前半ちょっと5時半になったんですけど、ちょっと前半5分だけちょっと延長させてもらって、チャット欄にですね、ご質問いただいているので、ちょっとこのご質問を志波さんにコメントもらってから前半おしまいにしたいとちょっと思います。ちょっと読み上げるとですね、志波さんもチャットで見えますかね。ちょっと読み上げると、その動物のウェルビーイングを軸とした運営素晴らしいと思いました。一方で国際的な生物多様性保全の議論は人間のウェルビーイングを軸にするというある種の割り切りをしていると理解しています。シーハーさんからご覧になってこの視点の違いについてどう思われていらっしゃいますかということで、おそらく生物多様性保全の議論が人間のウェルビーイングをこう軸にするっていう、こう生物と人間、これ僕はちょっと質問間違えてるかもしれませんけど、僕らの理解でいくと生物多様性保全の中で考えられるウェルビーイングっていうのは、いわば人間という形にこう割り切るというか切り詰めるというふうなことをしている点を、志波さんがどんなふうにこうご覧になってるかっていうことだと思いますけど、そこいかがですか。そうですね、まあ、確かに今の多様性っていうのは 人の社会の多様性で、動物は当然入ってない多様性だと思いますけど、いやそうですね。で逆にこの地球環境保全っていうところの文脈でいくと、今度はそのエコシステムだったり、そこの環境保全のためのにそのシステムをどういうふうに保全していくかっていうところが一番やっぱり、とか希少も絶滅しかかっている動物を残していくかっていうところになっていっちゃって、それ以外のなんていうか一番問題になってるのは外来種だったり、そういうところとかそれぞれの頭数の調整だったり、滅びかかっているやつは増やすっていうのがまあ前提だけど、それ以外のそれを圧迫している別の種が増えすぎてて一方の種を圧迫しているっていう場合の、その増えすぎている種を淘汰していくっていう場合の時ので、この動物福祉の文脈から来た倫理学、まあ、環境倫理の問題なんですけど、倫理学者の人たちが動物福祉自体はまあ飼育動物なんですけれども、環境倫理に行っている人たちは野生で生活している動物たちにもやっぱりそういうこのセンテンスの部分を認めないといけないっていうことで、すごく動物福祉的な環境倫理みたいなことを言われてる、そこを今結構ぶつかり、私があまり読めない英語力で読んでるところでいくと、ぶつかり合ってて、やっぱりもうそういう個々の動物の福祉を考えていると、環境保全
もう今、まあ、本当に環境保全切羽詰まっているので、環境保全を停滞させる考え方でしかないとかいうので結構論戦が張られてたりして、なので結局、まあ、人間があの地球環境をダメにしていってるんですけれど、それをどう守るとかどう再生していこうっていうのも結局やってるのは人間なので、人間の発想からしか結局逃れられないので、うん、難しい問題だなと、私は直接から関わってないんであれなんですけれども、そういうところで、うん、人のウェルビーイングのとか多様性がっていうところも、うん、難しい問題だなっていう、だからそういうのもこれからあの動物園の展示とかの中で触れていければなっていうところで、まだ私自体もあの考えをちょっと決めあぐねているので、はい、ありがとうございます。いや、あのとても鋭いあのご質問だなと思って、やっぱこう生物の多様性っていう時 にやっぱに人間のウェルビーイングを軸にするときおそらく人間っていうのが生物多様性の中にいる人間なのか、環境から切り離されたあの個人としてのインディビジュアルとしての個人としての人間なのかっていうことでも多分ウェルビーイングの意味はだいぶ変わってきてもう来るので、なんかそのあたりのことも説いてるようなあの議論で、ぜひこのあのアフタートークであの質問された方もしも残っていただければ、あのぜひ一緒にあのこのお話していきたいなというポイントでもあるかなと思っています。 ありがとうございました。はい、じゃあそれではですね、ちょっとあの前半伸びてしまいましたが、あの一旦以上でこう前半はおしまいにしたいと思います。で、あの次回はですね、6月の3日なんですが、はい、文化人類学のですね、石井美穂さんをゲストにお呼びすることができました。あのちょっと前にですね、文化人類学の思考法っていう本が、まあ、結構話題になったかと思うんですが、あの中でも石井さん書かれてますし、石井さん自身は環世界の人類学とかですね、さまざまな研究でこう注目される、文化人類学すごく面白い方です。お呼びしていろいろ話聞きながらですね、あの自然、まあ、特にあの石井さん野生、あの人と人ならざるものの関係っていうのがあのポイントなんですけれども、そういったお話を聞いていければというふうに思っております。はい、じゃ あの一旦前半はですね、お疲れ様でしたということで、休憩挟んで、そうですね、45分過ぎぐらいからですかね、後半をあのアフタートーク始めていきたいと思います。じゃ あの引き続き志波さん、よろしくお願いします。じゃ一旦休憩入りますね。お疲れ様でした。